ピースの角度は30度。どうも、星森です。さあ、はい、ということで、今回の動画なんですけれども、サムネ見てもらったらわかる通りにですね、A ランク以上確定スカウト&契約書一挙開封。はい、ということで、挨拶なんですけれども、下の方にですね、プロスキーグランプリのところですね、ゆきりぬさんが出ているので、ちょっとパグらせていただきました。すいません、ということで、早速ですね、ガチャやっていこうと思うんですけれども、先に、A ランク以上確定ガチャやっていきたいと思います。どうぞ。はい、ということで、こちらにあります、A ランク以上確定スカウトお一人様5回限りということで、一応ソフトバンクで、柳田選手、当てていきたいと思っておりますので、自チーム、ソフトバンクオークスでやっていきたいと思います。多分サムネもですね、ギータさんをですね、出してると思うんですけれども、なんでですね、ギータの A ランク狙っていこうとかじゃなくて、ギータの S ランク狙ってます。ちなみに S ランク狙ってます。あ、やばいやばい、ミスった。ミスちゃんけい。奇跡起きないかな。まあでも A ランクはまあどの選手でも欲しいんで、まあ A ランクで一番マー君ですかね。マー君欲しいです。マー君です。バイネ。はい、ということで、2連目いきます。ちゃちゃっといきたいと思います、こっちは。で、契約書の方でですね、S ランク契約書を待っておりますので、そちらでもね、ギータさん当てていきたいと思います。はい、どんまい。さすがに、前のですね、ガチャ動画で確か A ランク以上確定スカウトで S ランク当てたんで、そちらの動画ね、ぜひ見ていただければ嬉しいですね。一応右上の方に、URL っていうかなんか押してもらえれば動画飛べると思うんで、ぜひね、下の URL じゃねえ、概要欄にも流しておこうと思うんで、よろしくお願いします。ブーヘイゲン。はい、ということで3連目いきたいと思います。もうちゃちゃっといきます。いやでも結構来てほしいと思ってます。あ、いえいえ、満月あるよ、これマジあるよ。満月調子くん虹来い。あーいで、満月マジあります。満月ワンチャンあります。ピースの角度は30度。どうもゆきりぬです。じゃあ、はい、どんまい。虹ぶっゲッ撃て。飛ぶ。ニコリ。はい、ニコらない。柳投手。はい、ということで4連目ですね。満月出たらワンチャンありますということでいきます。はい、来い。はい、満月ありませんということでいきます。来い、レッツゴー。あるよ。はい、ギーン来いよ。金やないかい。でも調子くんレッツゴー来たよ。虹行っちゃっていいよ。来い。あー、いやでも盛り上げてくれるね、本当に。撃て。はい、飛ぶ。ワンチャンある。ニコリ。いや、4分の3外人じゃないですか、マジで。助っ人外国人ばっかりやないかいということでですね、ラスト5回目ですね。自チーム選手確定なんで、まあ誰が欲しいかって言ったら、甲斐選手もちょっと A ランク欲しいなと思ってるんですけども、まあ A ランクは誰でもいいです。S ランクが来た時の千賀さんと柳田さん欲しいんで、ギータさんいきます。来い。虹満月。あー、これはもうないですね。満月来たらマジワンチャンですけど。調子くん虹ボン。はい、まあさすがにしたんです、ここは。まあ期待はしてますよ、なかなか。はい、まあ千賀さんかギータさんですね、ソフトバンクの欲しいのは。はい、まあ分かってる。あ、飛ぶ。ニコらない。引く。今一瞬見えんかった。はい、ということでこちらにあります、ゴールド契約書ですね、こちらの方と下に行くとですね、ここに S ランク契約書、そして、S ランク 10%、30%、そして 10% 契約書あるんで、これ一挙開封していきたいと思います。ですので、とりあえずゴールド契約書10枚で、狙いの選手は柳田さんと千賀投手でございます。これはもう相変わらずっていうか、まあ、山田哲人チャレンジで、山田哲人さん、まあ、あれしたじゃないですか。なんですけど、エキサイティングで山田哲人選手獲得したんで、もう山田哲人チャレンジ終わりなんで、次はギータチャレンジですね。柳田選手狙ってガチ引いていくか。あ、いい、ダメ、これ。オール B です。はい、オール B。はい、早くします。早くしてと思います。これできたら、まあ、びっくりします。まあ、リラックでしょ。はい。はい、ということで、オール B でしたので、ここからですね、ジャンゼリと、ゴールド契約書をまた引いていこうと思います。S ランク契約書を最後に引きます。ということで、いきます。奇跡の S ランクコインマジで。これね、昔のガチャ演出なんで、ちょっと私もあんまよくわかんないんですけど、まあ B です。はい、B、はい、B、B、B、はい、B、B、B。もうこれね、A ランクが出た時点ではめっちゃ確率すごいんですよ、正直言って。オール B が当たり前なんですよ、ゴールド契約者って。その中で、ああ、いい、オール B。これもまた早送りパターンですね。残念ながら早送りパターンでございますけど。ほら、また。はい、はい、はい、はい。ああ、はい。はい、ということで、ここ出たんですけど、ゴールド契約書は残しておいて 10%、30% 契約書だけ引いていきたいと思います。このゴールド契約書はですね、この26日後、約1ヶ月後にまた、貯めておいて、そこで引いていきたいと思いますので、この 10%2 枚、30%1 枚ですね、引いていきまーす、いきまーす。こい、ワンチャン S ランク3枚あるんですよ、これ。S ランク3枚ワンチャンあるんですよ。でも A ランク以上確定してるんで、A ランク以上は確定してるん、うい、来た、はい、これ S ランク確定でしょ、これ。ほら、はい、S ランク確定。何枚 ?S ランク何枚？ギータ、千賀さん、ギータさん、千賀さん、ギータさん、千賀さん。うん、はい、井上さん。来い、よっしゃ、来た、田中選手は。まあ。いや、もう一枚ワンチャンあるんでいきます。もう一枚ワンチャンあります。いきよう。来い。はい、ということで S ランク1枚ですね。S ランク1枚引きでしたので、ここでさらに S ランク契約書 ×1 ということで、これ引いていきたいと思います。狙いは柳田さんと千賀さんでございます。何回も言いますけれども、いきます。受け取る。いやー、マジ来てほしいな。誰かは来るんですけど、千賀さんか柳田選手、マジ来い。まあいいでしょう。ここはどうでもいい。自チーム、まず自チームとか何も確定してません。ちなみに S ランク確定してるだけなんで、来い、頼む、来い。うわー、鈴木大地選手、これめっちゃ嬉しい。待って、めっちゃ嬉しいんだけど、鈴木大地選手継承します。マジでクソ嬉しい。やばい、クソ嬉しい。はい、ということでですね、狙いとか言ってなかったんですけども、この左上にいます鈴木大地選手、めちゃくちゃ嬉しいです。ちなみにクソ嬉しい。マジで欲しかった、正直言って。上位10選手の中に入ってましたね、杉田選手、欲しい選手の中に。ということでですね、自チームミキサーで柳田選手もしくは千賀選手を狙っていきたいと思います。ソフトバンクで1回だけやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今当てた田中選手で、あと西浦選手、あと高志子の投手、ケムナ選手、西浦選手、この5人でギータさんもしくは千賀さん、引いていきたいと思います。いくよ、運命の自チームミキサー。頼む。いいよ、来い。これマジ来てほしい。ソフトバンクです。来い、頼む。ギターチャレンジワンチャン一発で俺可能性もあるんで、これ。多分20分の1とかじゃないかな、今、確率。来い！うわー！マーチ！あつー！